たち、魔力が抜かれている。なんてひどいことしやがれ。ったく、ネアンに一番近いのが黒の防御だっつーのに。黒の防御って言えばはみ出しもんばかりのとんでもねえ団だよ。お、こんばんは。うん、帰ろう。ビビって逃げるとかじゃなく、防御団が俺にビビって逃げた的な。さっさとおさらば決めちまうか。ストップ、怪しいもんじゃありませんから。完全に俺をやる気だ。ハフハフ、今何時だと思ってんだ。さては飲み屋のツケの取り立てか。なんなんだこの段は。いけー。リフレクトリフレイン。じゃあ死ね、なよなよ野郎。お兄さん、まずい、鏡が封じられた。バカ、意地張ってる場合かい。うるせえ、あいつは俺がやる。鏡魔法リアルダブル。すげえ、コウシ先輩さすがっす。やはり強いね。体が動かねえ、何か手は。なんでこんなひでえことした。知るかよバーカ。全滅。やめな。俺の罪はこんな痛みじゃ引き換えられねえ。こんなやつあんたの拳で殴る価値もないよ。おい、魔力の戻し方を教えろ。正真正銘のクズだね。変な真似するんじゃないよ。泥魔法マットメン。ここママパパ、ルカ、もう大丈夫だぞ。ババア、炎回復魔法癒しの正当。マリーに場所を開けろ、その方が早く治る。どこでも魔法の効き目は変わらないよ。うちの村の名産品っすよ。シスターリリーが一度研修でうちの教会に来たことがあってね、その時あんたのことを聞かされたのさ。シスターが俺のことをなんて言ってました。小さくて騒がしい子だって。それでもまだだまだまだって頑張ってるんです。どんな逆境でも諦めない。でもまだまだっす、魔法帝にも絶対なってみせます。マリーから聞いたぞ、撃ったのはてめえか。やめないか、ゴーシュ。いや、ダメだ。それより魔力を戻す方法を聞き出さないと。友達が欲しかっただけなのに。いってえな、クソ、なんでこんな目に遭わなきゃなんでんだよ。来たか。ビービーうるさいな、もう。こんなに早く会えるなんて嬉しいな。通信魔道具で呼ぶから来たのに、魔力あんまり集まってないじゃん。みんなここから動くんじゃないよ。それにてめえがマリーをひでえ目に合わせた黒幕か。ベトベトサラマンダー。なんだよあのまがまがしい魔力は。くよーって、まだまだだー。邪楽性リフレクトリフレイン。もっと強力な魔法があれば別だけどね。こんなもん、捕まえた。ぜーんぶ知りたいな。小指の爪もらうね。うわー、公園の十字架。そこまでだよ、この子は渡さない。腐っても元魔法騎士団グレンの名標テレジアター、私のことよ。じゃあフェゴレオン団長とか知ってるんすか。宮廷に仕えてた頃あの子の教育係だ。とんだ鼻垂れ小僧だったけど立派になるもんだよ。絶対に捕まえるよ。ババア、こっちも何とかしろ。俺も必殺の泥魔法で応戦するから、この体動くようにしてくれ。お前ら何こそこそ話してんだ。
何を。ちょっと失敗。動けるようになって魔力も跳ね上がったけど。子供たちを守るよ、ゴーシュ、アスター。あんな化け物のそばにじゃマリーが危ねえ。今回はちゃんと連れて帰るよ、アスター。兄ちゃん。